あそこのあっちがあるんですけど、あー超綺麗だね。時間力だろやっぱ。じゃあ帝国が取って。むしろありじゃない。私にできることという短いお話を読みます。ハチドリのひとしずく。
今私にできること。この物語は南アメリカの先住民に伝わるお話です。森が燃えていました。山火事です。森の生き物たちは我先にと逃げていきました。でもクリキンディという名のハチドリだけは行ったり来たり、くちばしで水のしずくを一滴ずつ運んでは火の上に落としていきます。動物たちがそれを見て、そんなことをして一体何になるんだと言って笑います。クリキンディはこう答えました。私は私にできることをしているだけ。こんな短いお話なんですね。水のひとしずくを一滴ずつ運んで山火事を消そうとするクリキンディ。皆さんはこの行動をどのように思われたでしょうか。どんな小さなことからでもいい、一人一人が自分にできることを始めていけば、やがて大きな力になるのではないかと思います。